新年明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いします。乾杯。2021年が皆さんにとって素敵な年でありますように。お正月用のタイを買いに来ました。いつもの魚屋さんに電話したらタイがないと言われて、知り合いに紹介されたところに行きました。コロナの影響で入店は10名に制限されています。今日も暑いです。オーストラリアの夏のお正月にも慣れましたね。ただいま。買ってきたものお見せしますね。魚屋さんに行く前に電話で確認したらタイがあると言ってたのですが、ゴールデンスナッパーというものでした。数年前にもタイがないことがあって、その時は10軒近く魚屋さんを巡りました。最終的にあったものは金目鯛でした。ゴールデンスナッパーも房州金目といって金目鯛科ですが、美味しい魚だし、あちこち探し歩くのも時間の無駄なので、これで OK にします。カニも美味しそうだったので買いました。クリーニングを頼んだら真っ二つに割って、甲羅も捨てられていました。スナッパークラブ、日本ではアサヒガニというものです。おせち準備の第一弾は黒豆です。コトコト何時間も煮るので早めに作り始めます。今年もふっくらできました。ラディッシュの飾り切りをしています。いちごの飾り切りと同じ要領ですが、ラディッシュの方が硬くてやりやすいです。てっぺんに十字に包丁を入れて、あとは交互に切り目を入れていきます。一見すると難しそうですが、案外簡単にできます。でもこういうピンクのお花があると一気に華やかになりますよね。次にかまぼこに移ります。簡単そうなものを選びました。白いかまぼこの中にバラの花を入れます。こっちはかまぼこやちくわは冷凍で売っています。お正月用のかまぼこ、紅白、それぞれ25ドルでした。高すぎ。SNS でちくわの門松を見て、かわいいと思ったので作っていきます。ちくわにインゲンとブロッコリーを刺すだけです。でも思ったよりも突き刺しにくいものです。かわいい。飾り切りシリーズ完成です。今年は照り焼き生姜のチキンロールにしました。去年は野菜巻き鶏ハムにして柚子胡椒をつけていただきましたが、今年は生姜風味のタレをかけていただきます。お煮しめと魚だけじゃなくて、ちょっとお肉が欲しくなるので、これおすすめです。酢の物と田作りきんぴらです。おせち料理にはそれぞれ意味があるのですが、オーストラリアにいるとすべての食材が手に入るわけではありません。レンコンやごぼうはたまーに売ってるのを見かけますが、高いし日本のものとは微妙に違います。初めて売っているのを見たときは感動して
思わず買ってしまったのですが、ごぼうはかなりアクが強いし、レンコンは粘り気が強かったです。なのでずっと冷凍の食材を使っています。おにしめ、盛り付けていきますね。昆布とこんにゃく忘れるところでした。昆布の肉巻きってありますが、薄揚げを巻いています。薄揚げがアクセントになって美味しいですよ。そういえば、おせちのくわい、長いこと食べてないなぁ。ほろ苦い感じがいいんですよね。このレンコンは冷凍でもシャキシャキして食感がいいのですが、何年か前に買った水煮のレンコンはぐにゃぐにゃした食感で思わずまずいって吐き出したことがあります。結局飾りとしておせちの中に入れましたが手つかずでした。捨てるのももったいないので小さく刻んで五目豆の中に入れました。お正月なので毎年おせちを作りますが、おせち料理はやっぱり寒い気候に合っていると思います。夏に煮物っていくら冷めているとはいえなんかしつこい感じがします。さっぱりしたものが欲しくなるので酢の物を多めにしています。エビもあっさり塩茹でです。完成です。きれいに出来上がりました。最近はおせち料理を頼む人が多いそうですね。冷凍のものを一晩かけて冷蔵庫で解凍するタイプのものに人気があるのでしょうか。冷蔵庫に入れて保存します。一晩開けて元旦です。毎年元旦にオーブンで鯛を焼きます。日本ならにらみ鯛を買えるのですが、自分で焼くしかありません。背びれと尾びれが焦げないようにアルミ箔を巻いておきます。後で気がついたのですが、魚の向きが反対でした。左を向いていないといけないのに、焼き色を考えてこっち向きにしてしまいました。焼き上がりました。オーストラリアで作っているお酒、豪州です。米のニュアンスを感じる酒で、冷やすとややシャープな印象と言われています。普段はスパークリングワイン、ハイボール、ビールとかで日本酒を飲まないのですが、おせちにはやっぱり日本酒です。今年のおせち料理です。もうすぐ友達がやってきます。日本でもこんなおせち作る人少ないよ、と毎年感激してくれます。彼女たちの喜ぶ顔を見ると幸せになります。いかがでしたか？コメント、チャンネル登録、お願いします。